はい、こんにちは、エンマシュラです。今日はね、また、バルハラの続きをやっていきます。何日目だっけ？9日目かな？なんか前回はね、昨日は、セイちゃんがね、生還したけど、なんかすごい怪我をしていたり、なんだか大変な目にあったっぽいな、みたいな感じがしたりね。あと、初日に来た、イングラムさんがもう一回来たりね。で、なんか意外とそんなに嫌なやつじゃないかもなんて思ったりしたもんですけれども。さて今日はどうなっていくんでしょうか。買い置きのビールが底をつきそうだ。ビールを買えば少しは集中できるようになるだろうと。はいはいはい。まあね、この買い物についてはね、ちゃんとやっときたい。他になんか買っとくべきものあるかな。きらみきとかそろそろ来そうな気がするんだけどね。あ、お酒が売ってることもあるのか。まあ、とりあえずビールは買って、確かきらみきはお茶ベースのあれが好きなんだよね。だから一応買っとこうかな。まあ多少お金余裕あるし。はいはいはい。8000ドル。ああ。まあ、まだまだまだ。3日？4日？あるからね。まだ大丈夫。はいはい。なんか更新があるでしょうか。じゃあまずはオーグメンテッドアイね。サッカー人気低迷。おー、サッカーはあるんだまだ。ああ、でも人気はなくなってるんだね。ああ、プロレスが人気になってると。演劇的マジックに惹かれ始めている。いや、まあでもね、こんだけなんか、ロボットとか、リリムとかが発展している世界だと、プロレスは面白いだろうね。本当にヒーローショーみたいになってるかもしれないね。はい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 。まあ、ロボットとかなんかそういう技術の発展に伴って、スポーツもさ、どんどんゲーム要素が強くなってるだろうからね。まあ、そう考えると、サッカーは単純な、そう、なんか、まあ、ボールの蹴り合いっちゃ蹴り合いだからね。単純で、まあ、ちょっと飽きちゃう人もいるのかもね。私はフライドチキンが好きだ。ふんふんふん。クインシー首相ね。はあはあはあ。なるほど。はいはい。何の、ま、ただのちょっとした小話なのかな。怪物、彼女、チラリが、え？何それ？ 気楽達成。2010年から続く俺の嫁革命は、もう笑い事ではない。VR 技術の標準化に伴い人気が過熱。はあはあはあ。まあね、そりゃね、そりゃそうよね。パソコン技術が、発展すればするほど、そういう二次元のね、二次元に本気の恋愛をしちゃう人は増えるだろうからね。もう今もその兆候はかなり強まってますからね。で、この怪物彼女っていうシリーズが人気なんだね。ほう。俺の嫁か。いやー、なんかアニメとかは散々いろいろ見てきたけど、なんかこう、俺の嫁っていうのはあんまりないんだよな。好きなキャラクターとかはいるんだけど、俺の嫁っていうのはあんまりなかったな。AM タウンシップス64。あ、また関連してるね。ほう。なんだろう、怪物少女ってどういう見た目なんだろうな。スケバンゲームスってこのさ、バルハラのなんかパブリッシャーじゃなかったっけ？ なるほどね。どうなってるかな、70年代のゲームは。もうほんと VR が主体だろうね。でもこういうドット絵のゲームはさ、廃れることは一生ないじゃん。技術的には全然もう、オールドテクノロジーではあるけどさ、でもやっぱり人気のあるからね、ドット絵っていうのは。
もう確立してるよね。それはなくならないから70年代になっても。なのかも下着ね。なのかも、まあ便利っちゃ便利ですけど、でも逆にそのアパレル業界は大痛手だよね多分。これは更新されてないんだよね多分。そうだよね。はいはい、そうね。オッケー、じゃあそんなに重要なあれはなさそうね。うん、はい。じゃあ今日は誰が来るんでしょうか。ちょっと部屋がごちゃごちゃしてきたね。ビールめっちゃ買ったね。はい、じゃあ出勤しますか。はい、21日、おはようございます。ジルカ、いいところに来た。そうですか。ボスもギルもいつも早いから一人だけ遅刻してるような気分です。なら教えてやるが、あの犬はいつも遅刻。ああ、そうそうそう、犬のね、新しいパートタイムの人が来ましたけど、それはいいとして、日曜日に何か予定はあるか。お、何ですか、デートですか。体重 1000g の、黒い毛の塊を膝に乗せて、くだらないメガクリスマス特番を見るつもりですけど、どうして。まるで僕の飼い主のようだ。 1000g ってな、え、 1000g? 1000g って 1kg? 軽くね。僕5キロぐらいあるけど。日曜日にここでささやかなメガクリスマスパーティーをやろうと思うのだが、来るか。お、いいね。いいじゃん、いいじゃん。ええ、もちろん。楽しそうじゃん。そうか。仲のいい客も誘ってくれ。数が多けば、多いほど盛り上がるからな。誰がいいかな。ドロシー呼びたいな。あと、アルマも呼びたいな。セイちゃんはちょっと呼びづらいよね、今。今日はフォアはどうした。家宅捜索終わったみたい。探し物が見つかったんじゃないかな。うん、何、フォアと仲良くなりたかった。てか何だったんだろうね、その家宅捜索って。物騒な。それはともかく仕事を始めましょう。ああ、そうしてくれ。今日は誰が来るんでしょうか。もうこれはいいんですわ。一日を変え、一生を変えるカクテルを。いらっしゃー。誰だろう。お、え、誰、かわいい、かわいい子来た。何、子供、どうしたの、どなた。ふもふもドリームください。なんかハンバーガー注文するみたいな。誰でしょうか。身分証を見せてもらいます。そうだよね、ちょっと幼いね。身分証はないのだって。なんで。メガクリスマスの過去の亡霊だから。何を言ってるんですか。ふもふもドリームくれないと取り付いちゃうぞ。何を言ってる。お金はあるの。あるのないのどっち。まあまあまあ落ち着いて、ジル。あるよ、お金はある。いやでもちゃんと、少女がふもふもドリームを頼んでいる。でもそう簡単にアルコールにありつけると思ったら大間違い。あー、アルコールなしってできたっけ、ふもふもちゃんは。あ、適量だから入れなければいいのか。とはいえね、どうだろう。やっぱ違法は違法なんじゃないか。言い訳できないしね、お酒入れてませんとか言っても。はいはい、どうぞ。やった、カクテル飲める。いや、これはちょっと怪しいぞ。子供でしょう。それで、メガクリスマスの過去の亡霊さんは誰に取り付けに来たんです？え、ああ、そうよ。私は亡霊なの。嘘でしょ。あそこの男、あいつよ。適当なこと言って。せっかくのメガクリスマスにどんなひどいことをしたの、ギル。よしてくれ。ポロッと吐いてくれたら面白かったんだけど。全然知らないんだろうね。悪いんだけど、何か身分を証明するものを見せてくれないと、あなたに付き合う気にはなれないよ。はい、お。あと1年かそこらしたら喜んでお酒をお出ししますよ。ああ、やっぱり未成年か。ダメだよ、おばあきちゃん。いるだけでアウトじゃない？
でもそれまではこんなところに来てはダメ。そうだよね。どうなんだろうな、居酒屋はさ確か保護者同伴だったら未成年も入れるはずだけど、バーはさすがにダメじゃないか。もうお酒もらっちゃったもん、ノンアルコールのね。よかった。これでさ、もしお酒入れてたらどうなってたんだろう。まさか本当にお酒を出してもらえると思ってた。うお名前は何、あなたの。そういうわけだからお引き取りを。いや、やだよ。ここまで、ここに来るまですごい苦労したんだから。何なんだろう。はあ。わかりました。じゃあ最初から話しますよ、ノーマさん。あ、ノーマさんって言うんだ。どうして私の名前を？身分証に書いてあるから、そりゃそうやな。偽造 ID かもしれないでしょ？まあ、偽造するんだったら、未成年にはしないんじゃない？そうだよね。だったらわざわざ18歳未満の身分証を出す必要がある？あなたがそんな愚かだとは思わない。そうだよね。すごく鋭いんだね、バーテンダーさん。そうかな。あなたはいい子そうだけど、どうしてこんなバーに？うん、バーテンダーさん機嫌悪いみたいだね。そりゃそうだよ。だって、この場合罰せられるのこっち側だしね。いつもこうだって。黙って。はあ、きつく当たってたらごめんなさい。ここ数日はいろんなことがあったし、未成年がここにいると先週の事件を思い出しちゃうっていうか。事件？それは事件って何のこと？先週の事件って何？何の話？まあまあ、話題を変えようとしても無駄だよ。どうしてここに来たの？私が何をしようと勝手でしょ。いいじゃん、もう言っちまいなよ。違法じゃなければね。違法だったら誰でもあなたを止めることは、止めることができるし、止めるべきだし、多分止める。そうだね。ちょっとやんちゃなことをしてみたかったの。それだけ。まあ、生きったんでしょうね。でもね、まあ、いきなりバーはちょっとね、行き過ぎよね。やんちゃ？うちはね、ママの期待が重すぎるっていう。ああ、まあお育ちがいいんでしょうね。私はいつもママをがっかりさせないようにって頑張ってる。うん、まあそういうね、すごい優等生で来た子っていきなりたかが外れちゃう子が多いからね。でも全然勉強が足りない。成績も良くならない。ああ、大学進学コースも受講しろって言われてるんだけど、もう疲れちゃった。ママのために生きるのはもうたくさん。なるほどね。まあそれはそれでかわいそうだけどね。それでここに来たと。まあでもいきなりね、違法なことをするのはちょっと違うんじゃない？アルコールの匂いをプンプンさせて帰ったら、ママも私に愛想を尽かすでしょ。望み通りのいい子じゃないんだから、期待させない方がいいと思う。私の友達にも母からプレッシャーをかけられてる人がいる。本当に？まあでも確かそのジル自身も割とそういう感じだったよね。うん、でも彼女の場合は結婚しろ、家庭を持てって言われてるんだけど。ああ、じゃあ担当職人に言えば、あなたはお母さんをがっかりさせるためにここに来たでしょ。うん、そうだね。お酒は好き？え、ダメだよ、飲ましちゃ。正直言ってまずいと思う。そうだね。じゃああなたのことは、してることは間違ってる。うん。え？お母さんをがっかりさせたいなら、少なくとも自分が好きなことをやるべきじゃない？ああ、まあね。まあせめて納得させるかもね。そして例えばベリーダンスが好きだからベリーダンサーを目指すとか。うん、まあ納得はしないだろうけどね。でないとただ傷つけるためにお母さんを傷つけることになる。うん、そうだね。どっちも痛い思いをするね。あなたは何か好きなことはある？まずはそこから考えてみましょう。それは大切だね。うん、わかんない。エイペックスとかやったらいいんじゃない？期待に応えることばっかり考えてたから、何が好きなんか考えたことなかった。じゃあそこから始めるってのがいいんじゃない？まあまずね、街に繰り出していろんなものを触れてみるのがいいかもね。
どうして？人を傷つけるために何かをして、それでどうなるの？まあ実際に僕の身近にもいたな。すごい親が勉強しろ勉強しろってすごくて、でも本当にその子は勉強が苦手で、なんかね、でも勉強しろ勉強しろって言われるからあまりなんか自由なことをする時間もなくて、なんか自分が好きなことを見つけられないまま、なんか高校生とかになっちゃってねっていう子がいたね。まあ、その子はもうね、もう自分の人生どうにかしたいって言って親元を離れちゃったけどね、高校から。人を傷つけるために何かをして、それでどうなるの？好きなことをして、それでお母さんががっかりするなら、あなたにはお母さんに抗議する権利がある。まあ話は通じるかどうかによるけどね。でも好きでもないことをして自分を傷つけて、お母さんまで傷つけようとしてるんなら、バカみたいだね。まあまずはね、話し合った方がいいよね。すごく。帰りなさい。お母さんを傷つける前に自分を見つけるの。いや、ジェル、いいね。いいお姉さんだね。それができないなら、せめて家を出られるぐらい大きくなるまではお母さんに付き合うことね。そうね、あなたの言う通り。ありがとう、バーテンダーさん。いやー、大変だね。よかった。私はジルっていうの。ジル？わかった。まあ、ぜひね、なんかこう、飲めるようになったら、来てほしいよね。来てさ、なんか楽しいこと見つかったのかどうか教えてほしいよね。まあでもその頃にはもうバルハラ閉店してるんだった。ああ、悲しいね。気をつけてね。結局付き合ってやったじゃないか。いや、まあジルはなんだかんだね、面倒見がいいんですよ。黙って。あ、ワンちゃん。よう、ジョーちゃん。ああ、もう。G に J やってるか。え、ギルと ジルってこと？遅かったじゃない。遅刻してますね。俺っちに会えなくて寂しかったのかい、J。J って呼ぶ人、初めてだわ。すごいチャラいな。着なけば早いのね。おお、来てくれたか。ボス、この犬何の役に立つんですか？いや、まあ明るいからいいよね。聞こえてるぞ。知ってて言ってるの。もちろんだ。特訓に特訓を重ねたからな。こいつが先週出勤しなかったのはなぜだと思う？なんで？知りませんよ。パートタイムに犬を連れてくるなんてわかるはずないし。いいだろう。特訓の成果を見せてやる。何するんだろう。お手とか。あ、本当にそういうことか。お座り。さあ、イエスサー。転がれ。さあ、イエスサー。いや、そんぐらいできるだろ、喋れるんだから。お手。さあ、イエスサー。特訓って。さあ、イエスサーって口で言ってるだけで何もしてない。あ、しかもやってないのか。せめてやろうぜ、そこは。特訓が終わったとは一言も言ってないぞ。ん、バイクの音？誰だろう。マジかよ。待て、私のオフィスではよせ。どうしたん？ワンワンって。犬はどこまで行っても犬か。お、誰だ？なんかアキラみたいな人来た。アキラ、カネダ。アキラじゃないね。カネダだね。カネダみたいな人来た。はい？トイレ。注文してからにしない？あ、すいません。トイレはお客様用でして。そうだよね。海外とかだとさ、一杯買って、レシートに、レシートにトイレのロック番号が書いてあったりしてさ、結構厳しいんだよね、トイレ借りるのって。まあ、多分、薬物とかもあるからっていうのもあるだろうし。使った後に注文してくださるなら、あそこのドアです。まあ、切羽詰まってんでしょうね。やばいやばい、漏れちゃう。誰だ貴様。反対のドアです。間違えてオフィス入っちゃった。おい、机から離れろと言ってる。世界が終わっちまう。バイクが怖いのか。たかがバイクではないか。黙示録の4人の乗り手だ。なんかバイカーみたいなサングラスしてるくせに。それは4騎士だ。それにもう音はやんだぞ。ありがとう。間に合った。大丈夫かな。
パンツ濡れてないか。どういたしまして。何か注文すればいいんだっけ、うん、お願いします。あ、いえ、その必要はありません。お気を使わせてしまってすいません。いや、せっかくだし飲んでけば。いや、なんかもらうよ。ちょうど一休みしたかったし。あ、でもバイクだからアルコールはダメだね。何にします？ピアノウーマンなんてどうかな、なんて。なんでそんなおどおどしてんの。すいません、よく聞こえませんでした。なんかシリみたいだね。すみません、よく聞こえませんでした。5本マーズブラスト。え、なんで。いいじゃん、ピアノウーマンで。恥ずかしいんかな、なよなよしてるみたいな。バイカー少年にマーズブラスト。でも最初はピアノウーマンって言ってたよな。え、これでピアノウーマン出してもいいかな。でもお酒入ってんだよな。バイクじゃないの自分。もうこの時代飲酒運転 OK な。でも海外ってそこら辺結構あれなんだっけな、なんかまっすぐ歩ければ大丈夫みたいな、結構ガバガバの検査なんだっけ。5523熟成でミックス。いいかな、ピアノウーマン出して。どうでしょう。はい。嬉しそうですね。あ、よかった。ほっといてくれ。外のバイクはお客様のですか？マリオ。マリオって呼んでくれ。そう、俺のだ。マリオ。なんか混乱するな。金田に見えるけどマリオなんだね。うるさかったかな。いや、大丈夫です。そんなに長時間ではなかったですし。お仕事は何も？タイヤをきしらせ、アスファルトを焦がし、行く先々にエンジン音を響かせる。バイク大好きなんやね。俺は反逆者、信号無視、速度オーバー、ノーヘル上等、道路は俺だけのもの、俺は暴走族ですか？ちょっと犬と出かけてくる。バーの宣伝をしてくるよ。ああ。まあでもこいつ陽気だから、こう呼び込みには向いてるかもね。よう、ワンコ。うさんくさい兄ちゃん。うさんくさい？すぐに戻る。心配するな。はい。気をつけて。今のは？私のボスです。可愛かったな。どっちのこと言ってる？デイナのこと言ってんのか、ワンコーのこと言ってんのか。で、君が可愛くないってことじゃないからな。そもそも俺は女が好きじゃないんだ。いや、別にいいけどさ。それは別に悪いことじゃない。俺はただ。それでマリオ、お仕事は何よ？そうだよ。言ったろ、俺は反逆者。いや、なんかこいつ、生きってるけど、結構いいやつでしょ、多分。反逆者はバイクをあんなに丁寧にメンテしたりしたりしません。本業は？なんだろう、宅配とかかな。あ、やっぱり配達。バイク便か。ぴったりの仕事ね。何を配達してるんです？ピザとか？宅配会社で働いてるんだ。だから小包みとか。まあまあ普通にね。丸々運輸みたいなね。よく街中を転がしてるからな。この辺は庭みたいなもんさ。もちろん全部の建物を覚えてるわけじゃないが、交差点の通りの名前は全部覚えてる。でもバイクめちゃくちゃ好きだったら一日中バイクでさ、走れる、そういう仕事ってすげえ楽しいんじゃないの？へえ、すごい。私なんてたまに違う道通ったら絶対迷子になっちゃう。近くのランドマークを目印にするといいよ。この辺だとセーバー局のアンテナが。ほう。で、そんなの俺の知ったことじゃねえし、てめえでなんとかするんだな、ビッチ。こいつ、いいやつだな。生きりたい年頃なんかな。おかわりはいかがいたします？ムーンブラストなんかいいかな。ムーンブラスト？いやいや、ガットパンチと言ったんだぜ、ムーンブラストね。なんでそんな、ガットパンチの方が男らしいんかね。いいよ、ムーンブラストで。別になんとも思わんし。なんで、ムーンブラストも結構かっこいいお酒だと思うけどね。
まあでもガットパンチの方がワイルドな感じなんかな。6142ブレンド、はいはいはい、シャカ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 、ほい、はーい、はいどうぞ。助かった正直に言えばいいのに。ねえマリオ、どうしてそんなにタフガイぶるの。そうだね、バレてた。うん、いいやつだよお前、絶対。入ってきた時ならまだしも、トイレから出てきた後のあなたはなんだか可愛いっていうか可愛いって言われちゃってるぞ。可愛い、どうして。単車乗りってのはいかついもんだろ。まあね、イメージはそうだよね。社会のしがらみから解き離れた厄介者、それが反逆者だ。その論理をこの店に当てはめたら、私はスケスケの服を着てカクテルに火をつけなきゃいけなくなるそういうイメージかな、バーテンダーってかもな。まあね、そういうイメージはあるけどね。もちろん好きなように好きな格好をすればいいと思うけど、でもなんだか無理をしてるように見えて、あんまり楽しくなさそう。別に嘘をついてるわけじゃない。単車乗りの格好をしたお人よしでもいいじゃない。そうだね。ああでも他の単車乗りは、まあでもなんだろうね、バイク乗ってる人たちってこうツーリングとかするイメージがあるしね、やっぱり周りと合わないのはなんか致命的なのかね。友達がみんなそうだからって高校生みたいだよめっちゃ言うじゃんジルう、あ、今のはただのアドバイス、悪く取らないで。いや君の言う通りだ、強がる必要はないいいやつだなこいつ、素直で。もしそうしたいのならもちろん止めませんけど。あ、でもそうしたいわけじゃないんだ。疲れるし楽しくない。そうだよね。いかつく見せたいなら黙っていたらいいと思いますよ。入ってきた時はすごく怖かったから。まあね、見た目はね、まあ、ちょっと表情が柔らかいけど、まあでもね、見た目はバイカーって感じだからね。なるほど。もう一杯飲みます、それとももうやめときます。もう一杯いけそうだ、フリンジウィーバーをもらおう。かしこまりました。いやもうなんかそうだね、素直に頼みたいものを頼んだね。それでいいんだよ。優しいねジル、なんか弟みたいな気持ちになるねまあなかなか生きづらいでしょうね、こんなにタフガイぶって。本人は絶対優しいやつだからね。はいはい、いいねこれこれ、ありがとう。マリオ、あなた本当にバイクが好きなのね。まあね、車になるとなんだか檻の中に閉じ込められてる気がして。バイクって乗ったことないな。単車なら風やら何やらを全身で感じられる。それってすごく開放感があるんだぜ。まあね、まあそうなんだろうなとは思いつつも、やっぱりちょっと怖くて乗れないな。ああなるほど、やっぱ車は逆に僕は囲まれてるっていうより守られてるって思うけど、バイクはね本当に体一つって感じだからね。それにどういうわけか車に乗ってる時だけ乗り物酔いするんだ。へえ、乗り物酔いって面白いですよね。どうして。同時にたくさんの動きが発生すると頭がクラクラして、肉体がその信号を受け取って吐いちゃうわけですけど、まあ脳がバグるんだよね。でも吐くのは何か悪いものを食べて気持ち悪くなってるんじゃないかと肉体が錯覚するからなんです。そうなの。まあ三半規管がバグるんじゃないかなと思ってたけど、私たちは当然のように思っているけど、人間は空を飛んだりそんなに早く移動したりするようにはできてないっていうことでしょ。まあ確かに、だから乗り物酔いっていうのはバグみたいなものなんです。なるほど、バグ？コンピューターの、うん、何の話かさっぱりわからないやちょっと鼻をかみます。はい、
まあいいや、そろそろ行くよ。いろいろとありがとう。ああ、なんか行っちゃったけど。新しい人が続いてますね、若い二人が。全然マリオっぽくない人だったな。そういうこと言わんの。同感。休憩もらうね。ああ、なんか今日はすごいあっさりしてるね。わかった、気をつけて。なるほどね。なんかちょっと昨日とは少し一回リセットされた感じがするけど、流れが。ロートじゃない、間違えた、セーブ。よし。おーい。今日は珍しくビリーがうんち臭くない。は？ビリーってなんだっけ。さあ、お仕事再開っと。戻ったぞ。どうでした？ビラを何枚か配ったが、ほとんどの通行人はこの犬を見るばかりでな。話を聞いてもらうために、この店の名前をイカシババーと偽らざるを得なかった。なんか猫カフェ、犬カフェだと勘違いされちゃうんじゃない。へえ。まあいい、私はオフィスに戻っている。お前はここだ。お座り。お座りできんの？わったよ。お、ドロシー来たー。やったー。さあ、ドアが開いて群衆は大興奮。彼らの視線の先には、ギャー、犬どういう反応それ。嫌いな犬。よう、嬢ちゃん、どうした？バーに何の用だい？母、ハニー、助けて。あ、犬苦手なの？そんななんか萎縮してるドロシー初めて見たけど。そこの犬、通りで猫が鳴いてるよ。マジか、見てくれる。ちょろいな。ドロシー久しぶり。へえ、本当に犬が苦手なんだ。あ、分かっちゃった？でもどうして？私にも分かんないよ。なんだろうね。あ、ジョン。よう。いや、もう否定もしないの。多分そういう特質をランダムに振り分けられてるからだと思う。ああ、まあ個性付けするためにね、いろんな好き嫌いがね、設定されてんのかもね、リリムには。AI は生成されるとき、恐怖心や好みを完全にランダムに割り当てられるの。へえ。まあでも人間も言うて同じようなもんだけどね。私はたまたま犬とチンチラ恐怖症を引き当たったってわけ。チンチラ恐怖症って聞いたことないけどね。好きじゃないっていう人はいるだろうけど、そんな恐怖症みたいな人は聞いたことないな。チンチラはもう絶滅してるけどね。あー、2070年代にはもうチンチラは絶滅してしまってるのか。ありがたいことに。何にする？今日はあの日だから血まみれジェイン、別名ブリーディングジェインにする。え、リリムにあの日があるのか。ある意味があんまりなくないか。すぐに、うん？作るね。あの日だっていうのにわざわざブリーディングジェイン、つまり血まみれジェイン、まあなんだかなんだか、あの日があるのが驚きなんだけど。だってリリムって子供とか産むのかな。そういう能力あるのかな、生殖能力って。それだと本当に人との区別つかなくなるな。まあ、生殖能力があるんだ。いやでもわざわざ機能としてあの火をつける理由があんまりわかんないよな。ブリードジェイン、はいはい。あの日って言うけど、リリも生理になるの？そうなんだよね。そうなの。うん。オイルが出てくる。ええー。まあ。それをね、まあ似たような現象があるってことなのか。なんてね、なりません。なんだよ。ズコーン。毎月ちょっとしたメンテは必要なんだけど、それはまた別の話。ああ。じゃああの日って何の日？ブリーディングジェインを飲みたくなる日。なんだよそれ。で、仕事はどう？まあね、こんな最近すごい社会大変だったからね、こんな風俗に行く人なんていたのかね。意外かもしれないけど、ホリデーシーズンに鬱になる人はいっぱいいるんだよ。
ドロシーちゃんはそういう人たちから引く手あまたなのだ。ああ、まあ確かにでもクリスマスとかそうかもね。ライバルが一番多いシーズンでもあるけどね、繁忙期なんでしょうね。ライバルなんているの？もちろん、ライバルは人間もリリもいるよ。その半分はサンタのセクシーコスチュームなんか着ててずるい。私が買おうとした時にはもう売り切れ。なるほどね。この世界の人たちにはそういう苦労があるんですね。でもその方が好都合かも。逆にね。どうして？肌の露出が多い女の人を避けたがる男性も多いから。そうだよね、そのニッチな層をね狙っていけばね。私の経験上、常連を逃がさないようにする一番のコツは普通の格好をしてること。ああ、なるほど。まあそういうニッチなところに行きたいって人はやっぱりお金もね出してくれると思うからね。やっぱそうなんだよね。特定の好みを狙っていった方が売れるかもね。そうなの？普通の格好をしてればお客もただの知り合いだってふりができるでしょ。部屋に着くまで人目を避けようとしなくて済むし。なるほどね。ことに及ぶ前に夕食や映画に誘ってくれるお客さんもいるんだよ。へえ。まあでもデメリットもあるけどね。パッと見じゃ私の仕事を分かってもらえないし。ああ確かにね。電話で初回の予約をした人のところに行くと大抵はいたずらだと思われちゃうんだ。まあ見た目パッと見さ見えないもんね、そういう娼婦っていうか風俗の人には。へえ、そうなんだ。ところで、お客は人間だけ？それともリリムも、リリムがリリムを買うっていうこともあるのか？人間だけだよ。40% 以上生身の人限定って方針でやってる。おお、なるほど。40%？ まず、首から上は人間じゃないとダメ。あそこは本物の方がいいけど、場合によっては例外もある。まあ、それは例外あるでしょうね。お客が女の人だったらそこまで徹底してないけど。なるほど。例えば人が体をさ、まあもう全部ロボットにしてしまった場合って、もうそれはリリムになってしまうのかな。どうなんだろうね。脳みそだけ人で体全部がロボットの場合は、人なのかロボットなのか、リリムなのか、どっちなんだろうねっていう、なんか広角機動隊みたいな。どうしてお客を紹介してくれるの？いや、聞いてみただけ。そう、話してたら喉が渇いちゃった。ブルーフェアリーちょうだい。大きいやつね。大きいやつか。了解。なんかこの子いつもブルーフェアリー頼む気がする。L サイズね。例えばさ、脳みそだけの人もいたじゃん。あれは、なんかドロシー的にはどっちにカウントするんだろうな、人と、リリムの。まあ、リリムではないけど、でもどうだろう。機械に補助されてるわけだし、どっちにカウントされるんだろうね。82適量で、熟成でミックス。OK。よし。はい。これを何杯か飲むと本当にフェアリーが見えたりするのかな。まあ、それは幻覚ってやつですよね。限界まで飲んで確かめようとした男がいたよ。本当に見えたって言い張ってたんだけど、自分のゲロと見間違えただけだった。まあ、ゲロも真っ青だろうね、そんだけ飲んだら。うわ、引いてる。さっきメガクリスマスの亡霊がここに来たんだ。それで？未成年にお酒を出す出さないで揉めたって話だけど、冷静に考えたらドロシーはどうなの？あー確かにね。もう今更ね、出しまくってるから今更もう突っ込めないよね、そこは。いえ特には、ただの笑い話。笑い話ならあるよ。メガサンタドッキリ。何それ？それは何なの？ふふ、毎年やってるいたずら。なんだろう。まずショッピングモールに行って、お客さんが多い日を待つ。そしたらメガサンタのところまで行って、お嬢ちゃんは何が欲しいんだって聞かれるまで待つ。ほう、まあ、見た目が幼いから聞かれるかもしれないね。
そしたら出せる限りのうぶな声でこう答えるの。私を女にしてて最悪だな。すごいな。こう無垢なものを怪我していく。そういうサンタはどうなるんだ。そうするとごまかそうとするメガサンタもいる。このリリムの子は人間に なりたがってるとか言って、ああまあね、うまく言えばそういうなんかね、純粋な童話みたいなね。そしたら私はこう言うの。うん、私がなりたいのはあなたの女。最悪だな。せっかくごまかしてんのに。それから続けてこう言う。とりあえずディルドを一本ちょうだい。ぶっといピンクのやつね。それかイボイボしてるキュウリ。最悪。もうここまで来たらどうしようもない。いたずら心に火がついた時は、お馬さんをちょうだい。私が乗るんじゃなくて馬に乗ってもらうの、とか。ショッピングモールで言うんでしょ、それ。最悪だよね、もう。サンタさん、ブチギレでしょ。一度なんか、助けておじさんにいたずらされてるって叫びそうになったこともあるけど、いやもうマジでそれは最悪だから。追い出されるから。でもこれはいたずらだと思い出してやめた。おじさんの一生を台無しにしたくないし、だいぶしてるけどね。思慮深いことで。でもそれでお客が増えたんだよ。そのおじさんはすぐに常連になってくれたんだから。サンタ、簡単にちょろいですね。そのいたずらは3年前からやってるんだけど、同一人物がやってるってことはバレてないみたい。そう。あなた今いくつなの？自分のやりたいことを何でもできる年齢。まあ一応成人してると捉えていいのでしょうか、それは。数字を言いなさい。それが女の子に年齢を尋ねる態度？わかった。じゃあ先にあなたから教えて。確か27だよね。そうそう、27。ずるい。何のためらいも恥じらいもなく答えるなんて。まあ27ってちょうどいい年齢だからね。チェ、いいよ。教えてあげる。私のモデルは10歳から13歳に見えるように設計されてるの。でも最後に検査した時の精神年齢は24だった。ドロシー24歳なんだ。なんかいいね。結構大人。ちょっといいね。ギャップあるね。稼働してからはどれぐらいになるの？それは口は下げても言えません。なんでよ。あ、そう。でもそんなに涼しい顔して年齢を言えるとは思わなかったな。どうして平気なの？別に恥じらうことないよね。別に何歳でも恥じらうことはないですよ。近頃この辺りはすごく物騒だからね。何事もなく一つ年を取れることはあり、どれだけありがたいか。そうだよ。年を取ることは不幸じゃない。やり遂げた証なの。そうです、そうです。もうね、ただ単純に引き出しが増えていくだけだからね、年を取るってことは。そのセリフをプリントしてシャツを作るべきだね。やらないなら私が作っちゃう。ご自由にどうぞ。おかわりはどうする？そうだなぁ。あ、コバルトベルベット、最後に試したのずいぶん前だし。了解。彼女がコバルトベルベットを頼むなんて変だな。そうなの？なんで？あんまり作ったことないなぁ。2,3,5,6 でミックス。おい。そう、あんまり作ったことない気がする。はい。コバルトベルベットだよ。そうそう、これこれ。好きなの？嫌いじゃないよ。ただ私にはまだ早いかなって思うけど。なんで頼んだの？ねえ、ハニー、今日は何日？21日だっけ？水曜日。違うの。数字よ、数字。数字？ 21 日。なんか誕生日とか？なんで知らないの？私はリルムであって、カレンダーじゃありませんから。それぐらいは知ってるかと思うけど、まあね。人でも知ってるからな、今日が何日かは。難しい計算をしてみろとか言わないでよ。できないの？そうだよね。頭ロボットでできてるんじゃないの？
集中すればできるけどすぐにはできないよ。確かに私にはカレンダーと計算キーの機能も搭載されているけど、そういう機能は他のいろんな処理に割かれている。ああ、まあね。だからやろうと思えばできるけど、あなたに聞いた方がずっと早いってわけ。まあね、なんかこう人間っぽさを作る部分にその CPU を多く割かれてるんだろうね。なるほど。どうして日付を知りたかったの？26日。え？何今の？テレビは26日にちょっとやらなきゃいけないことがあってしばらく避けていたことなんだけど。何？ドロシー、どうした？あ、心配しないで。危ないこととかそういうんじゃないから。ただちょっとヘビーで。なんだろう。私にできることはある？助けてくれるの？助けてほしいなら助けるけど。どうしたんだ、ドロシー。何をすればいいか教えてくれたらね。じゃあまた今度言うね。そろそろ行かないと。死亡フラグにしないで。まったね。ドロシー。じゃあな。ジルもだいぶドロシーのこと好きだよね、なんだかんだ。前回もさ、来てほしいって言ってたし。カレンダーや計算機の機能にすぐアクセスできないって話。あれ本当かね？コンピューターのワープロソフトからカレンダーにアクセスしても、カレンダー機能は使えないじゃない？それと同じようなことなのかな？わかんないけど、まあそうなんじゃん。昨日ドロシーに会いたかったよって言えばよかったのに。まあね、ジルはね、そういうのはね、言わないタイプだから。忘れてた。猫の子一匹見つからなかったぜ。探してたんだ。もう一度探してきたら。厄介払い。言えてるな。素直。お、誰？また可愛い子来た。今日は新しい人ばっかりだ。誰？なんかすごい、ゴールデンカムイに出てきそうな。また未成年？未成年っぽいね。どうした？そんな険しい顔をして。どこかの中学校で俺、うちの店が話題になってるとか、そんなバカな。困ったことね。ってことは、もしかしたらアルマの言った通りだったのかも。何の話だ？この間、アリスラビット騒動について意見を聞いたんだけど、ああ、なんかさ、そういう未成年の子たちが飲ませろっていっぱい来ちゃったらどうする？みたいなね。通信網がハッキングされる前の話ね。アルマが言うにはハッキングが流行ってるらしくて、子供たちが突然退去してこのバーに押し寄せて飲み物をよこせって脅してくるような感じって言ってた。まあでもあれはただの例えだからね。そしたら今日子供が二人も来たでしょ。どうしたどうした。まったく子供じゃないのかな。でもよ、なんでバーが流行るんだ。そうだよね、アニメとか、ああ聖地巡礼とかね。子供向け番組にアルコールは出てこないだろう。確かに。いや、今の子供、子供向けじゃないアニメも見ますからね。なになに？ごめんね。なんか言ってくれや。ここは子供の来るところじゃないの。だから、なに？このギル、この子すごい睨んでくるんだけど、口も聞かないし。この子は何も頼んじゃいないし、トラブルを起こしてるわけでもない。それに店が何か具合の悪いものが置いてあるわけでもない。アルコールは別にしてな。まあアルコールなんてどこにでもあるし。まあいさせてやれってこと？つまり何が言いたいの？好きにさせとけば。バーに興味があるだけかもしれんし。どうなんでしょうね。でも何も言わないんだよ。バーに興味がある内気な子なんだろ。警察に呼んだ方がいいんじゃない？保護してもらった方がいいんじゃないか。そもそも目の前にいる人にそんなズケズケ言うのは失礼だろ。なんか常識人ぶってギル。まあね。気まず。お水だけでも出そうか。ジル。うわ。
そんな驚くようなことか。何？どうしたの？こっちにビールを作ってもらえるか？わあ、わかった。ギルにビール？ギルビール？ギルビールね。どっかで見たことがある？どっかで見たことあったっけ？あったっけね。あ、なんかあの、なんだっけ、BTC のさ、偉いさんがなんかテレビ電話みたいので話してたのってこんな感じの子だったっけ。ちょっと画面がちっちゃかったからあんまり見えなかったけど。はい。はい。ありがとう。もっと肩の力を抜いてくれな。なんだよ、ギル。あ、そうだ。忘れる前に言っとくが。日曜にゴミの回収が来る。そっちに期限切れの材料はあるか？待って。お客さんが来ない時にはこういう仕事をしてるんだね、いつも。1ヶ月ぐらい前に賞味期限が切れてるパルモトリンのボトルがある。俺がゴミを出しておくからシンクのそばに置いといてくれ。わかった、ありがとう。お、ねえ、お姉さん。どうした、どうした。は、はい。幸せ、怖っ。宗教勧誘。あなたは今幸せですか？この壺を買うと幸せになれます。私が幸せかって？変わった質問ね。悲しいことがあるわけじゃないし、すごく楽しいってわけでもないけど。そうじゃなくて、自分に、人生に、自分の選んだ結果に満足してる？どうだろうね、ジル。深い質問。それは後悔の一つや二つあるけど、今よりひどい人生になってた可能性だってあるわけだし。後悔？そうね、後悔は誰でもあるんじゃない？まあね。そう、それが人生ってもんですよ。なんですか。何？え、終わり？会話。なあ、ジル。うひゃあ。またか、ずいぶん神経質になってるな。子供苦手なんかな、ジル。かもね、どうしたの？こないだドライバーを使ってなかったか？また普通に仕事してるね。業務内容だね。どうして？これ毎回読めないんだよ、これ。このゲーム筐体からまだ先週分のインカムを回収してないんだ。これ遊ぶ人いるんかね。だから今のうちに取り出しておこうかと。ああ、そっか。はい。どんだけ売り上げするんだろう。近頃はプレイする人もめっきり減ったけどね。そうだろうね。明日金でも金は金さ。小銭のおかげで命拾いした子供一度や二度じゃない。まあなんかあの、レストランのさ、なんかチェーン店のレストランとかでさ、レジの横に置いてある、なんかそのこのお店のなんかミニチュア、料理のミニチュアのさ、ガチャガチャとかあるじゃん。ああいう感じでお金数百円、月に数百円みたいな感じで売れるとかね。なんだっけ。はいはいはい。逃走中に追っ手の顔に投げつけたかとか。マリオカーとか。そういうのは一度だけ。それにな、最初に投げてきたのはあのババアの方だ。大体経験してんだよな、ギル。そう。でもアーケード用の、大抵、どうして未だにコインとか本物のお金を入れなきゃいけないのか。あ、そうなんだ。このご時世にゲーセンがまだ残っている理由と同じだよ。ノスタルジーさ。いや、その小銭作るのも大変だろうね。かもね。なんだなんだ、またなんか言う。ねえ、お姉さん。はい？私が誰だかわかる？わかんないよ。私の知ってる人？わかると言いたいけど、ごめんね。本当に？妹の顔も忘れちゃったの？妹？妹なんていないよね。妹？私には妹なんて。妹？義理の妹。腹違いのってこと？
まさかガビー？ガビーなの？いるんだ。嘘、ごめんなさい。でも最後に会った時からずいぶん大きくなってたから。なんだっけ、離婚してんだっけ親。あれからどれぐらい経つ？3年。へえ。妹か、どうしてこんなところまで。そうだったね。なんだろ、家出でもしたんかな。なんだ、知り合いだったのか。うん、私のガールフレ、私の昔の恋人の妹。はあ。で最近はどうしてるの。あれから転校したの。それで試験の結果が良かったから飛び級できることになった。すげえ頭いいんだ。来年には中学を卒業する。なるほど、頭良かったもんね。大学の専攻はもう決めた？科学者になりたいって言ってたよね。まだ決めてない。次は高校だから数年は考える時間がある。あまり気負わない方がいいよ。飛び級したいんだったら1年は休んだっていいんだし。あの写真のあの子の妹か。ところでレノアはどうしてる？忘れられない元カノですね。レノアってこの子のお母さん。私の元カノ。ここでこうつながってくんのか。レノアは来ないのかな。じゃあお前、猫以外とも付き合ったことあったんだ。こいつは驚きだ。バカにしすぎでしょ。ちょっとうちの子について変なこと言わないで。そうだよね、フォアとはそういう関係ではないですか。ご本。それでレノアは？え？死んだ。え？ごめん、ちゃんと聞こえなかった。ジル、お姉ちゃんは死んだの。先週の土曜日に。それを知らせにわざわざここまで来た。え？マジで？なんで？ちょっとガビー、ふざけてるのはそっちでしょ。もう嘘、本当に？あなたがここでカクテルなんか作ったり雑談して浮かれてる間、お姉ちゃんは一人で病気と戦ってた。病気だったんだ。待って、レノアは病気だったの？何の病気？いつから？原極性ナノマシン拒絶反応。それが原因で心臓発作が起きた。へえ、まあナノマシンってあれだよね、みんながね埋め込んでるあれですよね。あなたが出て行ったちょっと後から胸の痛みを訴えていた。そうだったんだ。あなたは自由になりたいなんて言ったけど、それだけの価値があった？自分が楽しくやっていくことがお姉ちゃんの命よりも大事だった。ああ泣いちゃってる。そうだったんだ。もしずっと一緒にレノアと一緒にいたら、その発作が起きたりしてもそばにいられたのかもしれないんだもんね。嘘、忘れられない彼女だったのにね。謝りたいって思ってたんだけどな。どうしてそんなに責めるの？私が病気をうつしたわけじゃないんだよ。そんなこと言うなよジル。ええ、でもあなたがいなくなった後、お姉ちゃんの病気はどんどん悪くなっていった。偶然にしては出来すぎじゃない。いやー、あなたの喧嘩の後、目に見えた体調が悪化したんだ。だからあの喧嘩が引き金だったとしてもおかしくない。いやまあそんなバカなとは思うけど、でもね、この子もそんな気持ちになっちゃうよね。まだ子供ですし。それはただの思い込みでしょ。だってそこまでして自由が欲しかった？3年間うまく続いてきた関係を終わらせてまで欲しかった自由って。いやーだってな、そんなになるって思わないし。私たちと一切連絡を絶つほど大事な自由って。まあ何があったのかは知らないけどさ、全てを捨ててまで欲しかったもの。
そんな自由がお姉ちゃんの命よりも。いやー、そんな、黙って。お姉ちゃん、お姉さんを殺したのは私じゃない。いい加減にして。私がナノマシン拒絶反応を移したわけじゃないんだよ。病気だったなんて今まで知らなかったし、そうだよね。そんなん言われてもな。私がどうしてレナーと口論したのかちゃんと分かってて言ってるの？私が何を恐れていたのか。いや、結局そこ知らないんだよね、確か。指の間から若さがこぼれ落ちていく怖さがわかる。簡単な決断だったと思うの？怖かったんだよ。今だって怖い。でも自分の人生をしっかりつかまなきゃって、つかまなきゃならなかった。はあ。それはあなたのお姉さんとは関係ない。なんなんだか。そうだよね。あ、愛してたのよ。喧嘩だって、喧嘩して私だって傷ついた。めちゃめちゃ愛してたのはそうだよ。バカ。あー。まあ、3年前でしょ ?24 でしょ。まあね、21から24ぐらいまで付き合ってて、でもね、まあ次のステップとかを考える時期ではあるからね。あー、チル。あー、これは辛い。わあ、私。ギリアン、助けてやってくれ。あの子がちゃんと帰れるよう送ってくる。いやー、かっこいいな、ギル。チーフはその間。任しておけ。来いジル、家まで送ろう。これは辛すぎる。憩いの我が家だ。ジル、何か食べに行くか？いや、もう喉通らんでしょう。お腹は空いてません。じゃあ部屋までついていこうか？大丈夫です。ちょっと一人にさせてください。あー、ジル、話していいんだぞ。いや、これはちょっとかける言葉も見つからんよな。よくありません。よくなんか。こっちに来い、ジル。さ、牛したれ牛。グス、なんだか自分の一部を失ったみたいな気分です。そうだよね。もう元カノが病気だったってのに何も知らなかったなんて。それを知らせに来た妹は私をひたすら恨んでるし。まあでも、レノアも言いたくなかったんじゃないのかな。どうなんでしょう。おまけに辛く当たってしまって、これじゃ同じことの繰り返し。あの時勇気を出して謝ってたら、もっと思いやりを持ってたら、そしたら、うわぁ、ありがとう、ボス。ハグしてくれて。止まっていってやろうか。ありがとうございます。でも、一人にさせてください。いやぁ、心配だ。一人で考えをまとめたいんです。そうか、わかった。いやぁ、クリスマス前にこれはきつすぎる。だが、おかしな真似はするなよ。わかったな。よからぬ考えが浮かんだり、あまりに不安だったりしたら連絡しろ。いや、いい上司ですよ。はい。まあ、フォアがいるからね。ちゃんとしてないとダメだよ、ジル。おい、フォア、ジルのこと頼んだぞ。ミャオ。忘れずに連絡しろよ。いずれにしろ、後で私からも連絡を入れる。ああ、いつでも力になるぞ。それを忘れるな。はあ、マジか。しんどいね、これは。これはきつい。なんともきついところではございますが。マジか。ちょっとね、気になるね、続きが。
とはいえ、一旦ここでね、今日はおしまいにしますか。はい、では、話終わり方にはなってしまいましたが、ヴァルハラの、何日目だ9日目かなは、これでおしまいです。では、ありがとうございました。また次の日にお会いしましょう。バイバーイ。